長友選手が大絶賛、19歳のフィジモンがいたんです。注目している若手選手っていらっしゃいますか？FC 東京で、はい、松木玖生。ああ、もう玖生選手けど、はい、今年の春に青森山田高校を卒業し、即 FC 東京のレギュラー入り。パリオリンピック世代のエース候補として大注目の選手です。あいつもフィジモンなんですよ。フィジモン好きなんでしょうね。あ、なるほど、フィジモンってこの音好きなんですね。好きなんですよ。彼はまだまだ上行けるなと、海外でもやれるなと、はいはいはい、はいはい、思って見てます。ゲーオスミツキ、こいつすげえなと思った瞬間とかありますか？うん、カボメ、相手が年上で、うん、の相手選手でも、はいはい、バチッといって、はい、その後相手が切れるじゃないですか。はいはいはい、19歳で切り返してるんですよ。みたいな。それ見てて、はい、あ、こいつは違うなと。